私自身も焼肉大好きですし、あのこの中庄っていう地域もすごく好きです。まあ、あの女性はもちろんですけど、家族ファミリー向けでこうのあの楽しんでいただけるようにしております。お一人様が結構怖いので、はい、お一人様でもゆっくり来ていただけるように3カ所ぐらい。あ、なるほど。4月11日からあの新メニュー始まりまして、おすすめが武田和牛カルビです。黒毛和牛の A5 ランクトークを使ってます。厚切り上カルビ、こちらもおすすめです。はい、来ました。こちらが武田和牛カルビです。こちらが厚切り上カルビです。生わさびとよく合うので、ぜひトッピング無料なので。あ、じゃあその、はい、言ってくれたらついてくるっていうことで大丈夫です。はい、わかりました。一応ニンニク払って。こちらもなんか新しい感じですか、ね。新しいですね。はい。土鍋ご飯って書いてあるんですけど、うち羽釜ご飯を導入しまして、15分ぐらいで炊き上がりますので。お待たせしました。はい、こちらですね。砂時計が完全に落ちきってから蓋を開けてよくかき混ぜてお召し上がりください。あとレモンサワーだけじゃなくって、ドリンクバーも始めました。はい、使いになっていただけたら、小学校6年生のまでのお子様、キッズ会になっていただけたらドリンクバーなど無料です。夜間酒っていうのも始めてます。こちらのジョッキで中だと5杯分、大だと10杯分。お待たせしました。狭山茶抹茶杯の夜間酒です。はい、いきます。いたので開けます。焼き肉焼いていきます。いいですね。こんな感じで。食べ方っていうか、そのタレの、まあ、好みだと思うんですけど、好みだと思うんですけど、厚切り上カルビとか、こちらはあのわさびで食べてます。わさびだけでとか、あとはつけられにちょっとレモン足すとか。わさびでいただきます。あ、うまっ。
辛さよりかは旨さが勝って全然いけますね。なんかお酒が飲みたくなるような感じ。非常にあの、なんていうんですかね、ご飯がサラッとして食べやすいですね。結構あの、こうやって箸でやってもそんなにばらつきもなくてね、まあ、まとまってる感じもあるんですけど、この結構ツヤがあってサラッとした感じで、ね、美味しいご飯でございます。続きましては厚切り上カルビでございます。この厚さ贅沢です。良さそうな感じでございます。いただきます。非常に柔らかい厚切りのカルビでございます。
田の冷麺が一番人気ですけど、うん、結構濃厚な脂っこいお肉食べた後はレモン冷麺すごくさっぱりしてます。レモン冷麺、はい、インスタ映えじゃないですか。インスタ映えしてます。じゃあそれでこちらにしますか。はい、口コミ、はい、お待たせしました。レモン冷麺です。うん、思ったより酸っぱい感じじゃなくて、ちゃんとあの風味というか出汁が効きます。これからのシーズン、夏バテ防止とか良さそうな感じです。はい、ホットパイス、はい、ありがとうございます。網の上でちょっと軽く炙ってお召し上がりと。はい。今後の目標みたいな。今後の目標、今後の目標ですね。まあ、今いいスタッフ勢ぞろいしてます。まあ、ここでこうみんな育成していって、まあ、次の2店舗、3店舗目を、まあ、中四国で出していきたいなと思ってます。バイトさん募集してます。バイト募集してますもう、とにかく明るく元気な方、はい、ぜひぜひご応募ください。はい、今回 CPTube さんの動画を見たよ、 YouTube 見たよって武田にご来店、倉敷武田にご来店していただいたお客様に、6月末までなんですけど、ちょっとこれ土鍋ご飯って書いてますが、うち羽釜ご飯でして、15分ぐらいで炊き上がる炊きたてのご飯をご用意できますので、こちらの商品1合が500円なんですけど、見たよって来てくださったお客様には6月末まで240円で、はい、1合1つ、1テーブル1つ1合、はい、プレゼントしてますので、ぜひぜひ、はい、来た方はご来店ください。なんか食べたんですけど、非常にツヤがあって、はい、で、なんていうんですかね、まあ、まとまりがすごいあって、食べやすいっていうか、お箸でパッとすくいやすい感じ で、はい、でなんかお肉とご飯とすごい合う感じで、ちょっとびっくりしました。お肉も和牛になったので、ご飯も美味しくしたいと思って羽釜を導入しました。はい、だからぜひ皆さんに注文していただきたいなっていう一品でございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。